世界は謎だらけだね。よし、頑張れよ。しに行ったのか。あ、あなたたち。お、スクロースじゃないか。ここで何してるんだ？研究が一段落したから、今日は約5時間26分ほど暇な時間があるの。だから、あなたたちにお願いしていたことについて聞きに来たんだけど。細かいな！お前は人間時計なのか？いやいやいや、褒められるようなことじゃないよ。褒めてない！旅人さん、聞いてもいいかな？前にお願いしたアルベド先生の隠し事についてだけど、調査は順調？オイラの感覚が間違っていなければ、それはもう1週間以上も前のことだぞ。そんな、1週間以上？だって、私、実験に夢中になりすぎて完全に忘れてた。時間に厳しいのか、ルーズなのか。つまり、もう答えが分かったってことだよね。よかった。教えてくれるかな。教えても大丈夫じゃないか？見せるだけで触らせなければ。待って、何を言っているの？これは？これはすごい剣なんだ。でも、絶対に触っちゃダメだぞ。おお、これは、こんなの、今までに見たことない。存分に見てくれ。なんだかオイラ、妙に気分がいいぞ。すごい、こんな神秘的な武器は初めて見た。剣の中に力が流れているのをかすかに感じる。まるで生きているみたい。そんなことまでわかるのか？錬金術を学んでいるおかげかも。絶対の自信はないけど、確かに何か流れている感覚がする。あまり正確な言葉ではないから、普段の私は使わないけど。信じて、私普段はこんな曖昧な言葉は使わないの。あ、はいはい、わかったから。旅人さん、この剣で戦える？もっと詳しく知りたいけど、私には使えないから、あなたにお願いしたいの。それなら、人目のつかないような場所を探そう。